いやー、そろそろ春に向けて新しいシャツ何か欲しいな。1枚持っておけば様々な着こなしができて、男性からも女性からも好印象が得られるような、そんないいシャツ何かいいものないかなと思ってる皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の春の最強シャツはこれに決定というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕自身ですね、シャツが大好きで、これまでいろんなものを購入してきました。カラーバリエーションも豊富ですし、ブランドもユニクロからセレクトショップのオリジナル、ドメスティックブランドまで様々なシャツを購入してきたわけなんですが、そんな僕がですね、考えるシャツの中で最も使い勝手がいいなと思っているのが、僕が今着ているようなブルー無地のシャツかなと思っています。シャツというとやっぱりホワイトのイメージを持っている方もいらっしゃるかなと思うんですが、白シャツって意外と難しいんですね。シンプルすぎて、ただ着ただけだとビジネスっぽい雰囲気になったりだとか、なかなかですね、おしゃれに見せるのが難しいんですね。ですので、大人の男性にとって最も使いやすいベーシックなシャツとして、僕はですね、今着てるようなブルー系のシャツを皆さんにご紹介することが結構多いんじゃないのかなと思います。僕のこれまでの動画を見ていただくと、結構いろんなブルー系のシャツをご紹介してるんですが、僕自身がですね、納得できるような色合いですとか風合いのブルー系のシャツってなかなか見つからないんですね。そこで今回ですね、僕のブランドソーでブルーの本当にシンプルなレギュラーカラーシャツですね、これをですね、作ったので、今回皆さんにご紹介ができればなと思っています。ちなみに僕はブルー系のレギュラーカラーシャツ大好きで、かなりの数持ってるんですね。その中でも皆さんにお勧めしたいと思うものにはある程度基準があるんですね。まずはサイズ感ですね。シャツってやっぱりこうビジネスのイメージのあるアイテムなので、タイトなものだとかジャストサイズだとちょっとこうビジネスライクになってしまったりだとか、今っぽい雰囲気があまり漂わないんですね。適度にゆとり感があった方が、僕はシャツというのはすごく使いやすいかなと思うんですね。その点今回はですね、サイズ感かなりこだわって作っています。僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、今着てるのが M サイズになります。肩のラインはこの辺りですね、ちょっと落ち気味になっていて、身幅は結構ゆとりを持たせて作っています。だけども着丈はそんなに長すぎないように調節をしてるんですね。これなぜかというと、身幅にはゆとりを持たせたいんだけども、着丈が長すぎるとちょっとだらしない印象が強くなってしまうので、着丈はそこまで長すぎない形で、身幅だけ少しゆとりを持たせています。僕が動画の中でよくご紹介するユニクロに比べるとサイズ感はかなりゆったりめです。セレクトショップのオリジナルに比べても同じか少しゆったりぐらいのサイズ感にしていまして、大人の男性が着た時に程よくトレンド感は漂うんだけども、ブルーのシャツというベーシックさというところはちゃんと抑えてあるというところが一つのポイントになってくるかなと思います。そしてもう一つ重要だと思っているのがブルーの色味なんですね。僕もこれまでいろんなブルー系のシャツを買ってきましたが、好みのブルーってやっぱりあるわけですね。濃すぎるとちょっとこうインパクトが強すぎて、重ね着の際にちょっと使いづらいですし、薄いとこれまたちょっとビジネスっぽい雰囲気になったりだとか、白シャツと同様に地味な雰囲気になってしまうので、適度な濃さは欲しいんですね。なのでブルーの生地だけで結構サンプルをですね、3回ぐらい作り直したんですね。その中で今回ですね、僕が気に入って採用したのがこちらのブルーの生地になるんですが、国内の素材を使ってるんですね。で、素材の風合いがちょっと変わっていまして、基本的には春のシャツというとコットン 100% のものが多いんですが、こちらはコットンとナイロンをブレンドしてあるんですね。ですのでコットン特有の肌触りの良さもあるんですが、ナイロン特有のちょっとしたシャリ感も楽しめるようになってるんですね。このあたりの風合いがなかなか面白いなと思ってまして、こちらの生地を使いました。ナイロンをミックスすることで表面に微光沢が現れますし、あとは細かなシワですね、これもかえって入りやすくなるんですね。これが最大のポイントなんですよ。色合いは綺麗で、シャツという小綺麗な雰囲気なんだけども、動いてると自然にシワが入ってきて、これが程よいこなれ感になるのでおしゃれに見えるんですね。あんまりシワシワのシャツもおしゃれに見えませんが、適度な自然のシワ感っていうのはカジュアルなシャツの魅力だと思ってまして、このあたりが楽しめるような素材感になっているので、これなかなかバランスがいいかなと思っています。この生地自体は結構ですね、ドメスティックブランドで全く同じものを使っているブランドさんもあったりするんですが、結構ですね、素材自体もすごくいい仕上がりなので、皆さんにもお勧めできるような生地使いになっているかなと
と思います。で、襟型なんですが、今回はシンプルなレギュラーカラーにしました。この襟の長さとかもですね、細かくバランスを取りながらですね、サンプルを重ねているんですね。 0.5 センチぐらいの違いで何パターンか作って、僕にとって一番収まりがいいなと思っているのが、通常のレギュラーカラーよりもほんの少し長いぐらいですね。そういったものの方が上に何かを着た時に襟の収まりがいいんですね。結構小襟だと上に何か着た時に襟が遊んでしまうんですが、ちゃんと長さがあるとジャケット着た時にも収まりがいいので、これぐらいの長さが最適なんじゃないのかなと思っています。まあ、こういったブルー系のシャツの良さというのは、今のように白 T の上に重ねてきてブラックのパンツですね、これを合わせれば春の着こなしが簡単に実現できてしまうところと、その他にも様々な着方ができる点なんですね。例えば袖をですね、ちょっと巻くだけでもだいぶ印象は変わるんですね。ちょっとやってみます。はい、こんな感じですね。腕をまくるとですね、この手首が見えるんですね。そうすることでこういった時計だとかちょっとした小物なんかを見せることができるので、より軽快でこなれ感が出るんですね。まあ、このような形でちょっとこう腕元の見せ方を変えることもできますし、あとは前を開けて羽織物感覚でシャツを着るというのもなかなかバランスがいいんですね。これもちょっとやってみます。はい、こんな感じですね。僕は白 T を今着ていますが、ブラックのパンツにタックインするような形で着ています。このような形で前を開けてあげてもだいぶまた印象は変わるかなと思うので、同じブルーシャツでもいろんな見せ方ができるので、そのあたりがすごく使い勝手のいいポイントかなと思っています。またそれだけではなくて、重ね着のベースとしてもブルー系のシャツって優秀で、例えばこのような形で上にジャケットを羽織ってあげると、この時の見え方もすごくバランスがいいんですね。それだけではなくて、ブルーのシャツに対して今の時期だったらロング丈のコートですね、このあたりを重ねてあげれば結構今時期でも使うことができるんですね。このようなシンプルなブルー系のシャツというのは、もちろん春だとか秋で単品使いもできますが、冬場もですね、重ね着のベースとして使うことができるので、結構使える時期が長いんですね。このあたりも含めて1着あるとまさに鉄板のアイテムだなと思うので、大人の男性には欠かせないようなベーシックなアイテムの一つなのかなと思っています。今回もこちらのシャツなんですが、国産の生地を使って国内の工場で全て生産をしています。で、価格帯なんですが、詳しくは概要欄にですね、商品のリンク載せておきますので、そちらからチェックしていただきたいんですけども、なるべく僕のブランドではセレクトショップのオリジナルと同じぐらいの価格帯で収めたいなと思ってるんですね。僕のブランドはお店もないですし、基本的には受注生産ですとか決まった量しか服を作らないので、一切セールやらないんですね。なので、国内の生地使って国内生産でセレクトショップのオリジナルと同じぐらいの価格帯でできるので、このあたりはなかなかコストパフォーマンスはいいんじゃないのかなと思っています。まだブルー系のシャツしっかりとしたものを持ってなくて、何かこう気分が上がるような長く使えるようなものを持ちたいなという方には、結構おすすめできるような一枚かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。で、先ほどもちょっとお伝えしましたが、こちらのシャツなんですが、今回も受注生産で販売したいなと思ってまして、本日1月18日木曜日から1月25日木曜日1週間のみですね、限定で販売をさせていただきますので、気になる方は概要欄の方からぜひチェックしていただきたいなと思います。お届け時期はちょっと先になってしまうんですが、春を迎えて少しずつ気温が上がってくる頃には皆さんのお手元に届けられるかなと思うので、ぜひ楽しみにしていただければなと思っています。まあ、これからも僕のブランドソーでは決して派手さはないんですが、大人の男性に持っておいていただきたいようなマスターピースとなるようなアイテムをですね、コツコツ丁寧に作っていきたいなと思っています。商品バリエーションは少ないですし、値段もユニクロだとか GU に比べると決して安くはないんですが、大人の男性に満足していただけるような素材の質感だとか丁寧なものづくりを目指してコツコツとやっていますので、これからもぜひチェックしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。